藤原貞子の最後、光る君へに学ぶ日本史。天皇に愛されながら創生した悲運の中宮。一条天皇の愛を一身に受けながら創生した不運の中宮が藤原貞子である。藤原貞子の生涯と最後を詳しく見ていこう。貞子は977年、上元2年、藤原道隆と高階の高子の長女として生まれている。父の道隆は貞子が生まれた年に殿上人になっている。貞子の祖父、藤原兼家の画策によって崋山天皇が出家して、まだ7歳の一条天皇が即位する。兼家は孫でもある一条天皇の後見人として摂政となり、権力を手中に収めている。兼家の嫡男である道隆は容姿端麗で、宮中の女官たちにも人気があった。また母の高階の高子は歌人として女房36歌仙に選ばれた女性である。貞子は道隆と高子の資質を引き継ぎ、才色兼備の女性に育っている。一条天皇は即位から4年後の990年永祖2年正月、11歳で元服する。すると道隆は15歳の貞子を一条天皇のもとに添い武士として入内させている。添い武士とは言葉通りそばに寄り添って寝ることで、東宮また王子などの元服の夜、公卿などの少女を傍らに添い寝させる風習があった。この年に兼家は病となって関白職を道隆に譲って他界している。道隆は自分の子供たちを急激に昇進させる露骨な人事を行い、公卿たちから顰蹙を買っている。特に三男の道兼とは激しく対立している。一方貞子は美貌の上に漢詩、和歌、琵琶を得意とする歌人に成長し、一条天皇の愛を一身に受けた。この道隆の中関白家の文芸を好む華やいだ雰囲気は、貞子の高級に歌心ある女房を多く集めるようになった。この文学的詩的な環境は、公卿殿上人の参加とともに風雅と趣向に彩られた華麗な宮廷サロンを形成したのである。中でも993年省略4年頃に出仕した清少納言は、貞子の聡明な才に支えられて、彼女特有の遠い即妙の才を遺憾なく発揮する。清少納言が書き残した数々のエッセイの結晶が枕草子である。この枕草子という名前の由来については、枕草子という言葉は固有名詞ではなく、草子に閉じ本や冊子の意味があった。そして枕草子とは枕元に置いておく日記帳や備忘録を意味する普通名詞として当時は使われていたのである。中宮貞子のもとにはまだ何も書かれていない枕草子、日記帳がたくさんあった。ある時貞子から、これに何を書きましょうかと尋ねられた
聖少納言は枕にしてはいかがでしょうと答えた。すると貞子は、ではあなたに差し上げましょうと、その場で聖少納言に多くの蔵紙が下賜された。聖少納言はこの蔵紙、日記帳に宮中での出来事や史上などを書き溜めていく。やがてそれらのエッセイをまとめて枕の草子というタイトルが付けられたのである。ドラマに出てくるコマロという猫なども枕の草子に登場する猫を参照にしていると思われる。一条天皇は猫好きで、妙部のおとどという猫を可愛がったことを聖少納言は書いている。枕の草子で初めて出仕した聖少納言は貞子の手の甲を見て、世の中にこれほど美しい女性がいらっしゃるとはと感嘆している。また貞子に同じく仕えていた赤染右衛門が書いたとされる映画物語に貞子は次のように書かれている。一条天皇は思慮分別があってしみじみと情け深い点で、貞子に勝る女性はいないと評していると記述されている。一条天皇は貞子を心の底から愛していたのである。995年正暦6年、道隆は貞子の妹元子を岩貞親王、後の三条天皇の後宮に入れ、中関白家の栄華は頂点に達した。貞子は一条天皇に深く愛され、幸せの絶頂にあった。しかしこの一家の悲運は995年長徳元年の春、道隆が急逝することによって一挙に訪れる。道隆は生前嫡男のコレチカへの権力移譲を願っていたが叶わなかった。一条天皇の母で国母と崇められていた秋子が、コレチカが権力を握るとその母の実家高階家が勢力を伸ばすことを恐れた。そのため道隆の後には弟の道兼が関白に就任する。さらに道兼が疫病で倒れると道長を後継者に推した。一条天皇といえども国母の意向には逆らえなかったのである。この裁定に道隆の若い嫡子これしかは焦り、道長との対立を先鋭化していく。さらにこれしかはおごりからか火山上皇に対する不敬事件を働いてしまう。これしかは右大臣の娘三の君を愛人にしていたが、火山法王も彼女のもとに通っていると勘違いした。そのため弟の高家に命じて火山法王の身につけていた衣の袖を矢でいさせた。火山法王はびっくりして逃げたが、命に別状はなかった。しかし実際には火山法王が通っていたのは右大臣の三の君ではなく四の君であった。前代未聞のこの事件は上皇にコレチカたちが背いた朝徳の変として、コレチカは太宰府へ流罪となった。解任して3月に代理を退出していた貞子はショックのあまり出家してしまった。
しかし貞子が長子内親王を出産すると翌年に懲氏からが赦免され、一条天皇の強い願いを受けて貞子は出家した身でありながら再び参大している。999年長保元年2月に貞子は第一王子の厚安親王を出産する。すると焦りを感じた道長は兄道隆に倣って娘明子を入内させ中宮とし、貞子を皇后宮としたため一帝二皇の状態となった。この年の師走、貞子は第二皇女の子を産んだものの後産がおりず、胎盤などが体内に残った。そのため次第に衰弱する中で、貞子は兄の懲親が差し照らす灯火の陰に栄枯盛衰を短時日に見尽くした25歳の儚い女の生涯を閉じている。遺言によって亡骸が暗く寂しい鳥辺野に土葬されたのは雪の降りしきる寒い夜のことであった。貞子が心を残したであろう厚安親王のその後は、貢献のない不運の中で好意につく望みは絶たれた。しかしその王女元子が後に道長の嫡子頼通の養女となって後嗣天皇の中宮となったことがせめてもの慰みであった。